ソユーズトマ -19M は国際宇宙ステーションに第46次長期滞在クルーを送り届けるために2015年12月15日にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた有人宇宙船で1967年の初打ち上げ以来128機目のソユーズ宇宙船であるロシア人コマンダーとアメリカ人及びイギリス人のフライトエンジニアの計算名が登場した 2016年6月18日に地球に帰還した。ソユーズトマ -19M の打ち上げ、ソユーズトマ -19M は、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から、ソユーズ FG ロケットで2015年11月15日11時3分9秒、アトクに打ち上げられた。打ち上げから約9分後に、地球低軌道に到達し、地球を4周回した後国際宇宙ステーションに、 接近した。ドッキング誘導システムであるクルスが正常に動作しなかったため、有利マレンチェンコが手動でドッキング操作を行うことになった。このため、国際宇宙ステーションへのドッキングは予定より10分遅れの同日17時33分29秒、アトクとなった。クルーは19時58分アトクに国際宇宙ステーションに移乗した。 ソユーズトマ -19M は186日に、渡って、国際宇宙ステーションに係留された後、2016年6月18日5時52分、アトクにドッキング解除され、同日9時15分アトクに、カザフスタンのジェズカズガウ南東に着陸した。ありがとうございます。